俺が昔住んでいた場所はど田舎で、町という名前はついていたが、山間の村落みたいなところだった。家の裏手の方に参道があり、そこに要様のお堂があった。もともとは道祖神だったらしいが、隣町への道路が整備されてからその参道自体が使われなくなり、通る人も絶えて寂れてしまった。代わりにというか、いつ頃からか要様に身を忍んで、人に言えないような悩みを打ち明け、願をかける慣習ができた。そんな成り立ちも今にして思うだけで、俺がガキの頃はとにかく要様はタブーで、昼間でもそのあたりは近寄りがたかった。見ても見られてもいけない。牛の刻参りのようなものだ。俺が五六歳の頃に加納で膝が腫れてかなり危なかった時、祖母が要様に言って、代わりに病気をかぶってくだされと願をかけたらしい。おかげですっかり膝は治ったが、後でそのことを聞いてからますます俺の中で要様は恐ろしい存在になった。それが中学に上がったばかりの時、夏祭りの盆踊りが終わった後、悪友たちと肝試しをしようということになった。祭りという晴れを経たせいか、みんな妙に躁状態で、普段なら絶対ありえないことを言い出した。次郎さんって青年団の人おるやろ。一番年笠の A が言った。あの人が昔、要様のお堂に入ったんやと。中にな、石ころがあったらしい。俺は猛烈に嫌な予感がしたが、あっという間に要様の中身拝見ツアーに決まってしまった。参道の入り口に陣取って一人ずつお堂に行き、中を見てから戻ってくる。それで最後に見たものを一斉に言って確かめ合うということになった。入り口は広いがすぐに道は曲がり狭くなる。両側からは木の黒い影が迫ってじっとりとした湿気を感じた。俺は負けると思ったじゃんけんで勝って一番最後になった。しかし、肝試しのセオリーではこれは失敗だった。一人目の言い出しっぺでもある A が帰ってくるまで思ったより時間がかかった。何度か昼間に行ったことがあったが、こんなに遠かっただろうか。おい、どうだった?と聞いたが A は、へへへ、と変な笑いをして答えなかった。二人目、三人目と終了して、四人目の K が青い顔をして戻ってきた。覚悟した方がええぞ。なあ、と上ずった声で K が言うと、先の三人も意味ありげにうなずいた。残るは俺だけだったので、奴らは怖がらせる立場になったわけだ。おじけづいていると壺にはまりそうだったので、俺は思い切って参道に飛び込んだ。夏のせいか芝生が生い茂り、ところどころ足元がよく見えないという恐怖があった。山に入ると今更のようにセミの鳴き声に気がついた。何時くらいだったのだろうか。セミがこんなに遅い時間まで鳴いているのは妙な気がした。心臓がドキドキしてきた。小さなペンライトが一つあるきりで、あたりは完全な暗闇なのだ。ひときわセミの声が大きくなり、少し広いところに出た。そっと右手の方を照らすとそこに、要様がいた。あったと思わなかった自分が一瞬怖くなったが、もう中を見るだけなので勇気を奮い起こしてお堂に近づいた。人一人が入れるくらいの小さなお堂だった。
木製の観音開きの扉はスクリューネジで床に止められていた。わざわざ閉めやがってと最後の刑に悪態をつくと、なんとなく気が軽くなってすんなり開け放つことができた。中には噂通り一抱えほどの石が一つあるだけだった。鉢巻きのように締め縄が巻かれている様子はどことなくコミカルなものだったが、それを見た瞬間に息が止まった。その石に異様な圧迫感を感じて思わずむせてしまった。背筋を嫌なものが這い上がる感じ。ごほごほと咳をしてうつむく。その時、信じられないものが見えた。視界の左端に白い服がスーッと入ったのだ。奥に伸びる道の向こうから誰かがやってこようとしていた。頭がパニックになり、とにかくあれに会ってはいけないと思って、目の前に口を開けるお堂の中に飛び込むように隠れた。扉を内側から閉めると中は真っ暗だった。心臓がバクバクしている。人影を見た瞬間に無意識にペンライトを消していたのだ。暗闇の恐怖よりも光が外に漏れることの方が怖かった。あれは誰だろう。要様に何の用だろう。決まっている。病気を、不幸を、恐怖をかぶってくれ。やめてくれと心の中で叫んだ。中にいるのは俺なんだ、俺なんだ。セミの鳴き声が鼓膜を破りそうだ。足音も何も聞こえない。ただ気配だけが扉の前にやってきた。胸がムカついて吐きそうだった。古びた木のお堂に異様な匂いが充満しているようだった。据えた匂いなんてもんじゃない。まがまがしい空気。正気とはこういうものを言うのだとぼんやり思った。俺はひたすら脱力して腰が抜けた。あれは言ってしまっただろうか。何も感じなくなった。頭の芯のあたりがしびれていた。石はどこだろう。手で探ればぶつかるだろうが、ふと奇妙な予感があった。要様はこの家の中では石という形ではないのではないか。俺は咳が喉の奥からせり上がってくるのをただただ止めようとしていた。どれくらい経っただろうか。陶酔にも似た疲労が体を覆い始めた時、急にとんでもないことが起きた。お堂の前に気配が近づき、扉を開けようとしていた。俺は心臓が止まりそうになりながら必死で内側から扉を引っ張った。しかし、狭いために中腰が精一杯で力が入らない。気が狂いそうになった時、外から聞き慣れた声がした。おい、ワイか？ワイやろ？ A の声だった。扉が開かれて、ペンライトの明かりが闇を切り裂いた。友人たち4人が覗き込んでいた。俺は嵐のようにやってきた安堵感で口が聞けなかった。おい、出ろや、行くぞ。4人は青白い顔をしてせかすように俺を引っ張り出した。そしてお堂の扉をバーンと閉めると、後も見ずに早足で元来た道を引き返し始めた。俺も置いて行かれまいと慌てて後を追った。誰も無言だった。俺が遅いので心配して迎えに来てくれたのだろうか。しかし、俺を馬鹿にする軽口もなく、入り口にたどり着くとろくに会話も交わさずに解散になった。
皆一様に硬い表情で、それが一層俺の不安感を煽った。俺はあの白い人影がどこへ行ったのか気になったが、それを聞くことを拒む雰囲気だった。要様の参道を振り返ると、蝉の声が止んでいた。20年も前の話だ。俺はいろいろあってその町を飛び出してきて、もう帰るつもりもない。しかし、あの夜のことは忘れられない。結局 A たちとの間であの出来事は語らないという不文律ができていた。それきり要様の話もしなくなった。しかし今振り返ると、それなりに思うところがある。お堂の扉を開けたあの時、ペンライトもかざさずに、なぜ道の先の人影の白い服が見えたのだろうと。道祖神は、冴の神ともいい、道にあって道中の安全を司るとともに、人里への招かざる者の遮る役目を負っていた。しかしあの町で本来疫病や鬼の侵入を防ぐ役割を持っていた要様は、人間の一方的な怨念で汚れていたわけだ。道祖神は病んでいたが、道は残っていた。そして参道の入り口で待っていた A たちも、あれを見たのではないだろうか。ウランポンに廃れた道を帰ってきた招かれざる者。あの町には、それを止める神がいなかったのだ。